どうも、まさです。今回コンビネーションを打つコツ、こちらをやっていきたいと思います。コンビネーションをつなげる、キレを出す、回転速度を上げる、ここで重要になってくるのがステップで区切らないということです。後ろ足で蹴ってワンツーを打つ、ワンツーフックを打つ、3発までならこの踏み込み方でもいいんですけど、これが 4,5 発のコンビネーションになった時、もう一度踏み込まないといけないので、そこで間ができます。ワンツー左アッパー、左フック右ストレート、このコンビネーションを起動します。後ろ足で蹴ってくるとワンツーアッパーまでは1回の踏み込み、ここでもう1回踏み込み直してフックストレート、ここは若干ですが間ができます。そして距離の調整がしづらい、ワンツーアッパーでいい距離で当たったとします。ここからもう一回蹴り込むので、ね、近くなりすぎる、一度蹴り込んだら距離の調整はつかないです。近くなりすぎてしまう、遠くから単発で打っていく分にはその踏み込み方でもいいんですけど、コンビネーションをつなげていくとなると手と足を一歩ずつ連動させた方がスムーズに出るかと思います。まっすぐを4つ打ちます。一歩ずつ4つ打つ、後ろ足で蹴るとワンツーを2回、こういった形になります。ワンツーの間に若干ですけど間ができます。先ほどのワンツー左アッパー左フック右ストレート、これもワンツーアッパーまではワンツーの土台で一歩ずつ出て、ここでアッパーまで打ちます。そして後ろで蹴るのではなくて、次に前足を出します。前足を出して後ろ足を持ってくる、後ろから飛び込むんではなくて前足を出した方が距離の調整もつけられます。例えば近すぎる、そうなったらその場で踏むだけでもいいです。前足をその場で踏んで調整する。そしてつながりやすいです。ワンツーアッパーの後、後ろから持っていく意識をしなくていいので、相手に近い方、ここから持っていけばいいので、スムーズに出やすい。ぜひ試してみてください。後ろ足で蹴って出るんではなくて、前足を出す。ワンツーアッパーの後、前足を出す。こういった形で、ぜひ試してみてください。そしてもう一つ、接近戦。上を打つとき、その時は手と足を連動させるのに、少しその場で少しだけ足踏みして打つとスムーズに出やすいんですけど、ボディから入るとき、ボディの時は足踏みをするというよりしっかり土台を作っておく。そして連動がいるので、連動がないとキレが出ない。膝を少し内側に入れる形でリズムを取る。例えば右ボディ、左ボディ、右ストレート、左フック、下から上に上がっていくとき、土台を作って、この時に軸を持って意識してほしいのは丹田、おへその下なんですけど、ここを意識する。これは難しい方はここに力を入れてください。おへその下、ぐっと力を入れてこの4発を打ってみてください。安定感が全然違います。丹田に力を入れて腰を立てて軸をしっかり持ってください。そして膝を内側に入れてリズムを取る、上下を連動させる。一度丹田に力を
入れてみてください。その安定感を体験してみてください。